音楽も変わったね。いやー、前回衝撃的でしたね。いや、とりあえず全国地図を見るとわかるんですけど、あー、帝劇のマークついたね。あ、こうなるんだ。天神家の教授示しましたわ。勝ちどきいっぱいあげるです。私はこんなちっちゃい字で書かなくてもいいよ、くすむちゃん。私はここにいます。大きい字で書きなよ。隣のね、アンジュだろうな、この字で主張して、もっと。熱い、激熱だ。うん、間宮だね、これ。これもね、あ、そっか、フォーリバティ。うん、そうだね。リーの。トリガーフォーリバティ、必殺技と同じ言葉ですね。ペンは剣よりも強いし、これは名医だな。より高く飛んでみせる。ゆうちゃんね、毛の生えたカエルが気になるな。いや、でも思い出すとね、やっぱりこう衝撃が大きかったな。遊びがね、まあ口実を作って、ブラックにねこう入団するということで、帝国歌劇団のみんなを守ってくれました。ただそれと同時にね、アセビとしばしの別れという風な形になってしまい、シノと、お互いトップスターになる約束をして別れていきました。さて、じゃあ元のこのマップに戻ると、今回から第2章で中国地方に入ります。霊力島がやっぱり立ってるね。そうか、まず今回はじゃあ山口県からになるね。鳴門海峡、関門海峡って名前で結構一応表示はされてるな。ストーリー、夢なき少女じゃいられない。姫家の勧めで萩の先生を訪ねる帝国歌劇団。一行を待っていたのは新たな乙女たちとの出会いだった。そうだね、九州のみんなともお別れして、2人だけか、志乃と、風花とだけだね。どんなストーリーが中国地方では待っているでしょうか。それでは、桜革命花咲く乙女たち第2章スタート。やっぱこの九州の、ね、あの時の元気な音楽から中国地方のこのしっとりした BGM に変わって、いや、田中康平先生やっぱすごいよね。こうさ、音楽でこう桜の世界、大正時代の世界をこううまく、なんていうかな、我々が引き込まれる世界をこう作ってくださってるっていうのはさ、桜ファン軽くね20年ぐらいやってるけど、やっぱりこの音楽っていうものの力が強いよね。いよいよ九州ともおさらばか。寂しいよ、もうお別れなんて。そうだね、せっかく大所帯になって初回の公演ね、7人の女侍も成功させてね、これからずっといられるかと思ったんだけど、お別れしてしまってるからね。シノ？まだ泣いてたの？だって九州のみんなと一緒に旅がしたかったよ。ね、俺もそう思ってたからな。まあ、あの、侍アンジュの方のストーリーでね、九州のみんなとお別れしてる胸を喋っていたからさ、知ってはいたんだけれども、なんかこうやって別れていくんだなって知ると、ちょっと寂しいよね。じゃあ、ここでお別れだな。九州の復興と守りは任せてください。そうだね。みんなが残ってくれてるからこそ九州が復興してくれるってことがね、託すことができるからな。政府が新総督を派遣する可能性がある。そうか、まあ確かにそうだよな。放っておくわけにはいかないもんな。ならば最新略にも備えねばなるまい。もし、ところであなたたち山口県に向かいますのよね。まあ一択だもんね、県境というか地方境が九州になるもんね、福岡との。でしたら訪ねてほしい方が。ほう、アンジュ何も言ってくんなかったな。まあアンジュはまた会えるからな。
政府に革命運動を起こそうとしている先生か。ああ、やっぱりそうか。帝国歌劇団ね、大石たちに限らずそういう人はいるってことだよね。同じ志を持っている人って言ってたな。そうだね、その言葉が一番わかりやすいね。司令みたいに霊力が高い乙女を口説いて集めてるって。そう、姫香ちゃんか。姫香ちゃん、おい。いつまでも泣くな。いやでも寂しいよね。ねえ、だって青ヶ島から二人出てきてさ、こうやって友達ができた、仲間ができた、同じ志を持つね仲間ができたっていう直後にこの別れだもんな。まして遊びとはもう下手すりゃ一生会えないかもしんないもんね。それに言い方、司令が女たらしみたいっしょ。まああながち否定できないですけどね。ともあれ、戦うにあたって戦力は必要なんだからさ、まずは先生を訪ねて共同戦線を申し出る。うん、そうだね。そして仁義を取り戻して中国でも公演を成功させましょう。はい、それが帝国歌劇団ですからね。ところで先生ってなんて名前なのかな、聞いてこなかったのかな。さあ、萩の少林館にいるとしか。なるほど、萩、おはぎ、なんか美味しそう。やれやれ、おはぎは関係ないからな。うん、まあ方向性は分かってきたね。あ、これが少林館か。なるほど。うん、引き続き夢なき少女じゃいられない。姫香の勧めで萩の先生を訪ねる帝国歌劇団。一行待っていたのは新たな乙女たちとの出会いだった。え、なんでこれ。こんなちっちゃいデフォルメ王風号あるんだね。到着。ああ、これが少林館か。そっか、これ事前のムービーとかオープニングムービーでも出てくるやつだね。ああ、これが少林館なんだ。わあ、古風でおしゃれな建物だね。ちょっとくたびれてるけど、いやでもこういうとこってちょっとなんか、なんでね、ウキウキするっていうと変だけど、こういう建物を見るだけでちょっと心がはーっとこう癒される感じってありますよね。姫香先生の、あ、姫香情報だと先生は少林館の離れにいるって。そうか、別棟があるんだな。うん、離れってまさかあれ。あー、ちょっとな。いくらなんでもって感じだよな。入り口が打ち付けてあったもんな。これはなんつーか、おぼらね。はっきり言うなよ。しかし人の気配がないな。まさか後期に襲われた後とか。ああ、可能性あるな。うん、君影がちょっと興奮して、なんじゃこりゃ。新しいの来たな。げ、本当に出たって。後期じゃない、なんか鉄でできてるし。司令、どうします、ドレスは車ですよ。どういうこと、僕が運んでくる間に。どうする、何これ。風花くん支援を。了解、シノのお守りはお任せあれ。ほう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 、さすがだね。風花ちゃん、このワンちゃん硬い。生身で無茶すんなっての。まあそうやね、つなぐしかないよね。あの、倒そうとじゃなくてね。ん、あれは、おう、おう、え、ほら、あたしが相手だよ。おっと、なに、漁師甲冑じゃん。 あれって、おお、ありゃ漁師甲冑だ。このカラーリングいいね。漁師水晶なくなったのになんて動いてんだあれ。狙いは先生の書斎か、させねえよ。まだ誰が乗ってるかわかんないけど、先生っていうのは結構有名というか知られてる人物なんだな。あそこにはな、先生のソウルがこもってんだよ。おお、強いね。おお、なるほど、そうかそうか。あんたら大丈夫か、怪我は。ありがとう。大丈夫、助けてくれてありがとう。しかし
刀で騎兵に切りかかるとはね。ずいぶんセクシーな格好してんな。アミタイツだよ。アミタイツなんて最近見ねえもんな。鉄を切ろうとするなんてロックだなあんた。おー、いいセリフだな。騎兵？ん？知らねえのか？総督の兵隊だよ。ああ、そういやマモンもそんなの連れてたな。マモン？あんたら九州から来たのか。ま、そんなようなもんだね。なるほど。じゃ、改めて。私は長戸夏実、ロッカーだ。おー、なるほど。破天荒なロックギタリスト、長戸夏実。漁師甲冑を操るロッカー？なんか無茶苦茶だな。確かにな。まあもともとその大正時代っていうスタートだから、桜シリーズにロッカーっていうのはいなかったもんね。大厄災で大半の漁師水晶がなくなったってのに、一体どうやって動ける機体を調達したのやら。はあ、はあははあ、ロッカー気合だぜ。気合じゃ動かねえのよ。そんな理由。実際のとこは先生が作ってくれたからくりさ。ほう、先生って多分じゃあ風花と同じぐらい有能な人なんだな。搭乗者の霊力で稼働する独自の蒸気システム。長時間は動かせないし、活動範囲もこの辺りだけ。それでも奴らと戦える最高にロックだろ。さらっと言ったけどすごい技術だぞ。そうだよね。お母さんの期待みたいなものかな。そうだよね。お母さん、なでしこさんのね、漁師甲冑と、まあ、風花は今同じこと言ってますね。まさになでしこさんの漁師甲冑と似た仕組みかも。そうそう、ここら辺聞きましょうよ、そろそろ。ところで、先生って時田松林先生。私は先生の弟子さ。ほう。不詳のな。時田松林先生。先生がさ、気にしてたんだ。政府はタワーを建ててから不穏な動きをしている。鬼や騎兵に対抗するには乙女の霊力が必要だって。うん、桜シリーズの根源の部分ですね。ジャージよく見るとオレンジオレンジオレンジって書いてますね。それで霊力が強いらしいあたしらを集めてた。あー、じゃあ時田松林先生もあれだね、大石司令や君影と同じように霊力を察知することができるってことだよね。政府に反旗を翻し革命を起こすためにな。うんうん、まさに同じ志を持ってる人だね。なるほどね。その時田なぎがしってのが探してた先生で間違いないな。うん、そうだね。うん、先生を探してた。そういや、あんたら何者だ。そこにえらくでかい車が止まってたけど。私たちは帝国歌劇団。先生さんと、先生さんって言わねえよ。継承に継承重ねちゃってんじゃん。先生さんと同じ思いで日本を奪還しようとしてるの。は？帝国歌劇団？おいおい、そんなもん。衝撃。先生はとっくに亡くなったって、ああ、そういうことか。先生が亡くなったんじゃなくてね、びっくりしたびっくりした。帝国歌劇団が亡くなったって言ってんのか。先生はとっくに帝国歌劇団が亡くなったって、復活させたんだよ。日本を取り戻すために。いや、結構こう、改めて考えると熱い話だよね。あの、なでしこさんがね、娘にバトンを託して、改めて帝国歌劇団を復活させてってね。何度でも立ち上がるんだな、帝国歌劇団ってね。聞いたことねえけどな。ともあれ、まずは戦力一人、私らと一緒に戦わない。あと歌劇も。そうだ、ロッカーだから歌は好きだよな。確かにね。いや、歌うことができないシノからしてみればさ、歌える仲間っていうのは羨ましいっていう気持ちもあるだろうし、そういう人が一緒にいてくれるっていうのは何より心強いだろうね。それとね、お芝居は興味あるかな。どうかな。あとは、うん、あ、どうしようかな。下にしようか。松林先生をロックに紹介して。ざけんな。だあ、いっぺんに喋るな。それにトゥーレイトだ。ちょっと遅かったな。え、おっと。
気になるところだけど話が必ず気になるところで話を邪魔してくるよね。だったくしつこいやつらだ。よし、しのくん行くぞ。はい。夏美ちゃんを助けましょう。へへー。しの、ドレスの準備バッチリだぜ。ありがとう。ありがとう、ふうかちゃん。指令。指令、指示くださいです。よし、手伝おうと切り払ってやれ。え？さっき切れなかったのに。やれやれ。用紙ドレスなら別だっての。ほら行くよ。なんだ、それだったら長戸夏美を出撃させればよかったね。教えてあげる。何も考えずイロハを出撃させてますねまあ魔女に勝つためにレベルをちょっと高くしてるから基本的にはあっさり戦闘は終わるでしょうね。金渡ってきました。帝国歌劇団にふさわしい美しい戦いぶりだったわ。あっという間だったねしばらくはこんな感じになるだろうね。比較的あっさり。お、やった、指令ランク上がった。フレンド増やしとこう多少はできるじゃねえか。おうさ、聞いて驚け。この機体は量子甲冑の進化系、量子甲冑を改造した量子ドレスさ。さすが風花様。ドレスね。仲間になったらあんたのドレスも作るぞ。いらねえよ、私には先生がくれた量子甲冑がある。それにドレスはロックじゃねえ。まあイメージはそうだね。バカにはしねえけどよ、ヒラヒラしたのは苦手なんだ。ヒラヒラしてねえけどな実際着てみるといい、きっと似合うぞはっ、私はロッカーだぜ。フリフリのドレスを着た女優さんにはなれねえよ。まあわかるけどな。おい、シノン、着替え終わったか？お待たせ。って、あれ？そういえば、この敵、払ったのに人間に戻ってないよね。確かに、マモンの古文マシンみたいな、からくり人形かな。あんなに愛嬌はないけど、でも、後期じゃないんだ。後期は最近見てねえよ。代わりにこいつが出てきてな。あー、そういえば先生が政府に反旗を翻すって。ああ。今の政府はおかしいから革命を起こすってな。レボリューションはこの山口から始まる、明治維新の時のように。そうだね、維新だよね、まさにね。明治維新、そうだね。この明治の字が二水になってんのは桜大戦の世界での話だよね。大正時代の大に天がついてんのと同じように、明治の字は三水ではなく二水にしてんだよね。あんたら萩城は見たかい？あ、萩城か。いや、聞いたことはあるけど。三角巣、要は河口に溜まった泥の上に立つ城さ。中部地方の大名毛利家は関ヶ原で負けた後、本州の橋三角巣にまで追いやられたんだ。なるほどな。お前たちのユートピアはそこだぜ、間抜け野郎。ってな感じでな、家康の野郎がそう言ったのかな。本当に私だったら後先考えず殴りに行くとこだが、毛利家は屈辱に260年間も耐え続けて、ついに明治維新の時にやり返したんだ。そう考えるとねまさに革命の厚さがあるよね。ロックだろ、260年諦めなかったんだ。大正時代が100年続くってだけで驚いてたけど、毛利家はそれよりもね長い歴史をこう耐え続けたわけだよな。徳川を倒すこと、政府を倒すこと、この山口はそういうとこだ。なるほどな。大政に歯向かう伝統があるロックなとこなんだ。まあこれは全部先生の受け売りなんだけどな。いやでもいい話じゃん。やっぱり一緒に戦おうよ。ああ、先生と私たちの志は同じ方向を向いてるから。まあ一度話してみましょうよ。そうだな、先生と話がしたい。はあ、そりゃ無理な話だ。そうだね、さっきなんか遅すぎるって言ってたけど話が途中で止まっちゃったもんね。私らは戦えない。戦う理由がもうないんだ。どういうこと？少林先生はもういない。ヒースコン、行っちまった。行ったって、どこに？ヘイブン。天国さ。ああ、そっか。
え？先生は、少林先生は弟に殺されたんだ。え？何それ。うわ、気になるところで終わるじゃん。なんだろう。